どうも、ひょこすかん生活です。お今日は、購入して溜まってきた雨雑をこちら棚に飾りたいと思います。はい、今回飾る雨雑はですね、こちらのブロック、こちら、まあ全部が全部ではないんですけれど、ある程度飾りやすそうなものをちょっと先に片付けておこうかなと。ね。な。それともう一つちょっとごちゃっとしてますが、ルーニーグッズもねちょっとうまく飾れてなかったので、綺麗に片付けたいと思います。片付けって言っちゃったよ。飾りたいと思います。よし。はい。早速飾っていきましょう。イエイ。ミニカーたち。これいいでしょう、デロリアン。あとこれね、今は亡き、ディズニーランドのゴーカート。こうなっちゃいましたね。続いてスクービードゥのウィングヘッド。はい、実家で見つけてきましたスポーンの昔のフィギュア、映画が実写版が出た時に記念で作られたフィギュアかな。一応デッドストック的なのがちょっと傷んでるんですスヌーピーグッズ、これ、駿河、駿河、うん、焼津の方の、鑑定団リサイクルショップで買った、怪我をして横たわっている時のマルコム博士、ジュラシックパークパックマングッズです。ライダーの柴さん、男性人気が低いらしいですが、山岡家は、推しております本当はスーパーマンです。フグルト本実金券男爵耳を澄ませた。はい、こちらは藤枝鑑定団的なところで購入したスパイダーマンのピンボールかな。大人気ゲームシリーズヘイローのジオラマというかゲームについてきた特典ですね。これも。はい。並べただけやけど。はい、完成です。こんな感じ。多少増えたのかなみたいな。2段目が結構ガヤガヤなったな。見えないやつが増えちゃったな。そうなんだ。2段目なんていうのはこう1列しかねほとんど配置できてない状態なんで、この脇は油の後ろにいろいろ飾りたいんですけどね、やりたいところですが、でもまあとりあえず一旦ちょっと在庫を飾れたんでよしとしましょう。はい、続いてルーニーやっちゃいましょうかね。はい、はい、じゃあルーニー棚やっていきましょう、はい、ルーニー棚は結構ですね今もうパンパンなんですけど、今回いろいろ買ってしまったものがたくさんありますんで、そこをちょっと頑張ってやっていきますから。はい、うさぎ、ダフィー、超かわいい、超お気に入り、だから目立つ位置に置きたい。ネイビーダフィー、これも超お気に入り。はい、ブラッキーダックダブルおマジか同じアイテムとは思いませんな。薄いな。
カレーが組み合わせます。一方き師匠たち、かわいいね。えい、ルイジか。うん、そうだね。いいトゥイ。石ガンジフロック。はい。とダフィー。ペンダブルのやつとなんか吸盤付きのやつ、時計もついてるぞみたいな。すごいね。こうやって見るとすごいでしょ。我々のコレクションもなかなかバカにしたもんじゃないですよ。なんかこれはちょっと棒でも買ってやりましょうか、うん、一旦ちょっと方法気にかけてみますか。はい、これ2000トイズさんですね。これもう持ってるやつですけど、一応箱入りというか完品状態で売ってたんでネットで買いました。というか売ってなくて、ネットではまだ売ってなかったんですけど、お店の人と知り合いなので、こうなりますよって言ってもらいました。いいでしょう、山川夫婦の何でしょう、顔の広さ。一部絵の顔の広さ、それは狭いということですけども。おお、出ましたよ。イエーイ。これ超おもろくない？これいいですね。これはよしよし、あ、あと、はい、スプリングアンバーさんで買った、ツヌピイエローカードとレッドカードを持っているというもう本当に地獄みたいな、ツヌピ、これ飾り忘れてるので、まあ、これはこっちか、またこっち飾っておきます。偽ダフィー。偽じゃないし。本物ダフィー。トゥーシーさんのアヒルちゃんのやつ。これもこっちのアメダツ棚の方に飾ります。できました。完成。じゃあちょっとアップで見せましょう。いいよ。まず最上段。こんな感じで、これはまあ要は岩灰。これはなので一軍と呼ばれるやつと言いながら、まあ小さいやつとかもねいっぱい置いてる。で下にはここもまあ一軍になるやつたちなんですが、まあちょっとポーキーだったり別のやつもちょいちょい挟みつつ、意外と一番ここが大型のそう、ね、アイテムが多いエリアになってますね。いや、いいですね。特に今回追加されましたこの子はやばいですね。とてもキモいですね。そしてまあ3段目、一応三軍扱いですけれど、ダフィーダックハテナみたいなやつとかもここに置いてて、ここは一番個性豊かなゾーンになってます。三軍というよりかルーニーキャラ全般って感じだよね。うん、そうやって言うてるとルーニーじゃないやつがすごい見えてくるから。どういうことやってなると思うけど、まあ抗議なルーニーなんで。オッケー、はい、一応まあさっきのやつとかも、この辺に追加したり、レッドカードとイエローカードを持っているこの辺に追加したりやっておりますので、うん、一応完成となりました。はい、はい、でもまだ飾れてないアメダツたちまだまだねあるんで、ちょっとこれ置き場所なくなってきたからどうしようかね。ね、棚を作るべきなのか、ね、どうすんのか、買うべきなのか、壁につけんのか、まあ、なんかその辺ちょっと取り返しがつかないんでね。そうね。なかなか緊張しちゃうよね。ちょっと解決策考えながらまた飾りたいと思います、うん、はい、じゃあ今回はそんな感じで、はい、ね、終わりです。